監督は選手のプライドよりもやっぱチームのプライドを守ったね、うん、これはね、うん、俺見事だったと思うのは、うん、他の監督はなかなかできないことを平気でやらしたね、うん、それをみんなが答えた、うんうん、すごくない？第三者的に見た、うん、自分がまあリーダーというかね、まあ監督っていうのは指導者的な立場、まあリーダーですよ。でその中でやっぱり自分で順位付けをするってことは大事なんだね、うん、1番は2番は3番は、うん、その順位付けさえしっかりしとけばそうそう迷わない、うん、だから坂本にバント出したりだとかさ、丸にバント出したりだとか、うん、まあ岡本、うん、阿部までやらしたかな、うんうん、見事だったなと思って、このチームのプライドを守るという、うんうん、それは全選手を守るっていうことだもんね、うん、言えば、うん、だからこれは見事だったなと思って、うん、まあ、何か監督になったらできるよ。いやでもやっぱりね、やっぱ存在感がやらすんだろうね、うん、原辰徳という、うん、でも非常にね今年のチームはね、僕の中で感じてることは不平不満がないね、なかった。非常にね団結力っていうのがあったね、うん、それとやっぱり、チームが勝つということに対して非常に飢えてたね、うんうん、まあもう5年経ってたもんね、うんうんうん、でもその中でまあピッチャーだったら山口、うん、バッターだったら坂本、うん、この MVP は分かるんだけど、うん、3人目を挙げるとしたら誰？やっぱり丸でしょ。やっぱ丸、うん、でもキャンプの時から丸にも気を使ってたね、うん、働きやすい環境を作るためにさ、ね、一生懸命声はかけ、でも丸自身もやっぱりジャイアンツチーム全体にもたらしたものっていうのは大きいね、うん、やっぱり、どういうことがあっても、なんていうかな、感情の起伏というものはね出さずにね、もう淡々とという強さをすごい持ってるし、まあ、それと同時に研究心、例えば相手ピッチャーもこうノートに書いてますよ、うん、でそうやったり、あとは、先発選手同士でこう相手ピッチャー、自分はこう感じてるってこうだよって、ストレートはこういうピッチャーのこういうボールに似てるボールだと、そんなことをね言い合う、そういうのもやっぱ、丸が来たことによってね、うん、まあ、ティーバッティング、練習のティーバッティングにしてみんなフルスイングでバーじゃんって飛ぶようになったんですね、やっぱりいいものを出してくれましたよ、うん、ややもするとマイペースというところはありますけど、それでもねやっぱりそのここという時のチームの勝利に対する集中力っていうか力の出しどころっていうのはすごかったね、いい選手取ったね、あと思います。でもいい選手が来たからって優勝できるわけじゃないからね、うんうん、でも気は使ったね、キャンプの時からいろいろ、そうかな、いや、いろいろこう話しかける言葉であったり、うんうんうん、すごくなんか温かみが3回目の時は特に増したなって、うん、でね、これは小川監督が言ってたんだけど、話した時に達は変わったっていう、え、どういう風にって言ったら、なんかギスギス感がなくなった、うんうんうん、勝負師としてのなんかこう、なんかこう刺すような殺気みたいなのがなくなってると、うんうん、大丈夫なのって言うから、うんうん、いやそれは俺も感じたと、うん、でも監督の中に熱いものは確かにあると、うん、だけどそれが出なくなったんだよねって、うん、それは何なの？まあ、だから心境というところにも出るんだろうね。ただ若い選手たち、まあ、20、21、22、23、まあ、25ぐらい、お父さんご両親はいくつだいって言うと大体僕より年下、うん、でおじいちゃんはって言うとおじいちゃんはやっぱり僕よりもちょっと、うん、やっぱりその位置づけなんだよね、うん、じゃあそういうふうに考えたら、まあ、自分の息子よりもうんと年下が多いわけでね、まあ話し方とかいろんなことっていうのは、僕の中では簡単に言うと優しいと思うよ。
変えていったの、うん、自分で、うん、そしてまあ適当な私にもキャリアがあるから、うん、褒めてあげると、うん、とても喜ぶ、うん、そして注意をしても、うん、とても感謝する、うん、ここはね、まあ、多少のその年輪というものがね私にもできつつあるのかなとは思った、うん、ただあの他の球団のね指導者が口を揃えて言うのは、うん、今の子は怒ったらダメだと、うん、怒ったら不適される、うん、やっぱさ諭す、うん、諭したら舐められる、うんうん、これはどう考える？僕は両方やっていいようにさっき言ったような言葉に なりますよ、うん、喜ぶ、そして叱った時にも感謝される、うん、それはだからありますよ。そら監督だからできるのかな。多少のやっぱりキャリアとかそういうものは ある人の方が有利なのかもしれない。やっぱ人間的な大きさとかね、うん、まああの人に言われればみたいな、指導するやり方をちょっと自分を疑うような指導者というのはあまり良くないかもしれない ね、やっぱり、褒めること、叱ること、これは指導者の、うん、大事なところですからね。じゃあそれはやるべきだと、叱ることも。叱ることも。今叱らないもん。それはやっぱり最終的に、野球選手であるならばグラウンドで恥をかくことでしょ。まあそうだね。でその部分を黙って見過ごすってわけいかないし、それだったら自分を守るためにはこういうことが君は必要だよ。うん、グランドで拍手喝采を受けるためにはこういうことが今足りてないよということは伝えるべきだよね、うん、やっぱり言うべきところはしっかり言わなきゃダメだということ、ね、自分を守れる、自分を演ずることができるっていうのはもう自分しかないわけだから、うん、それに対してどこか指摘してあげる、うん、どこかいい練習方法があるならばそれも伝えるって、これは大事ですよね、うん、またそうすると我々選手の頃もコーチがいいアドバイスしてくれて、例えば打てたとか、うん、あるいはいいプレーできたってあるじゃない、うん、そういう時ってコーチの人とか監督に対してもう感謝するじゃない。いや、するする。それよね、うん、あ、なるほどね、まあ、最後に、うん、新之助が引退します、うん、もうなんか監督と共に歩んできた野球人生だったと思うの、何を伝えたの？まあ、新之助はちょうど僕がコーチで ね、長嶋さんが監督でね、ちょうど素晴らしいルーキーが入ってきて、前年度日本一になってて、その時の優秀選手賞が村田新一というキャッチャーでね、で村田新一がバリバリの時、そして阿部新之助というルーキーが入ってきて、村田は少々尺に触っただろうけどさ、長嶋さんに対して開幕を使いましょうと、阿部使ってくださいと。それなんでなの？いや、やっぱりスタートっていうのは、うん、これからこの選手は相当働く選手であり、まあ、歴史に残す選手にしなきゃダメだと、うん、でそのためには開幕の1戦目っていうのは、うん、もう一生かかっても戻ってこない試合でしょ、ルーキーのね、ルーキー、うん、でそこの開幕試合っていうのはやっぱりそこで出す選手とまだ早い選手いますよ、打者行ってもいいんじゃないね、うん、そういう点ではもうまさしくその選手だと思った、うん、だから、まあ、逆に監督も、一言村田は大丈夫かって言った、うん、そこに対してはね、監督としての村田というベテランキャッチャーに対して気遣い、まあ、大丈夫ですと、もう私がきちんと言いますと、うん、分かった、それなら行こうということで、まあ躊躇はなかったって、うん、そっからスタートが始まったね、それで、まあ、監督今年1000勝を超えたんだけど、うん、全てを知ってるのは彼だけどね、そうだね、うん、全てを知ってるのは彼だけど、彼の良さ、まあ弱さ、うん、そういうのも全部僕はじぐじしてる、ね、うん、やっぱりね、あの頑健な体とね、負けず嫌いはすごかった、うん、すごかった、少々なんていうかな、うん、若い時は開き直りという言葉よりも逆にやけくそみたいになっちゃうところが彼の欠点ではあったけど、うん、まあ、そういうものもね、非常に強さとして出てきたしね、よく似てるね、うん、で、まあ世代をつなぐっていう点においてもね、
で今年の新之助の成績っていうのはもう素晴らしい成績ですよ、サブプレーヤーで、時にスタメンで、まあ余力を残すという部分においてもとても大事だったと思うね。燃え尽きるよりも、ね、ボロボロになってね、例えば来年度という中で、2軍にじゃあ行ってこいとか、あるいは怪我してどうだこうだと、そうやって行く人ではないと、少々余力を残してね次に進めるという部分においては彼のためであると、これもねうちの父に教わったんだけど、辰徳って俺も辞める時にね、15年終わった時に、ちょっと長嶋さんがねもうちょっとこういう感じに、自分をねで、よし他の球団でやろうって思った時期がある。本当に、よしまだできるぜって、それでね父がね自分にね辰徳ってお前よくやったぞって、で少々な人生っていうのは余力を持って次に進むんだと、余力を持って、そのぐらいの人生で、それとお前長嶋さんに憧れて長嶋さんが死に水取ってくれるというそういうこれも素晴らしいじゃないかと、それもね、でもその時はね何言ってんだ父さんと俺までやるぜって言って電話切った。それでも結果的にはその年に引退してた。でそれも非常に余力を残して次に進めるっていう選手っていうのはそうそういないね。まあそうだね。でそんな話とかね本人もいろんな中であまりにも、まあ、私の言葉も含め自分の心の中と一致したところがあったと思うね。いや俺新之助とね、まあ、後輩だから大学の電話くれて引退することになりましたって、大丈夫かって言ったら、いや監督がちゃんと僕のことを考えててくれましたと、だから本当に納得してすっきり引退できました。すごいね、それは。まあそれぐらいの信頼関係は俺と新之助はあるね。俺はやっぱり新之助に恩義もあるしね、よう戦ってくれたというね。どういう道を引くの、どう、まあこれから自分の中でね、自分の中で、まあいい道があったとしたって、やっぱり切り開いていくのは自分だから、まあ、そうそう、まあ、それに対してサポートというものはできてもやっぱりね自分ですよ。やっぱり生きる力というのはね本人ですよ。周りの環境とかっていうものはねやっぱりまだまだその部分っていうのは下の部分の話ですよ。でそういう点は今後の彼の、やっぱり、まあ、月並みに行くと努力勉強というのは大事でしょうね。まあレールは引いてやるけど、それ乗っかったらお前のあとは努力だから、それはもう前に進むかね、前に進むったって違った方向に前に行ってるのかもしれないしねそれは勉強ね、でも監督から見て新之助は、まあ将来的に、まあ俺が勝手に想像することだけど、まあ監督になったとしたらいい監督になる、まあそれも勉強、うん、だろうけど、それは僕はなれると思うね、まあ現役としてのキャリアというのはもうこの上ない人ですよ、ジャイアンツの歴史の中でも、まあ、12球団合わせて、キャッチャーという中でもね、もう1番2番の人だと僕は思うね、もう素晴らしい実績、まあ、これからその実績というものを盾にせずにね、指導者として、前に進む、ということがねあればね、いい方向に行くと思いますよ。縦にしちゃうとなんかいろいろ考えて気遣いして、気遣ってるわけじゃないんだけど、いや、まあ、そう、まあ経験談っていうのもあるよね。いや経験談だけどさ、やっぱ一人一人を大事にしてるよね。宝物なの。いやでもさらにでかくなってるね人間的に。それが余裕なのかどうかわかんないけどさいや、まあまあ、本当に風景は変わらずとも心境が変わるというところがね、近く60を超えてから少し自分の中でも理解できるようになった。でもそれ年なのかな、わからない。でも変わるということは決して悪いことじゃないね。年を取って頑固になるという、変えずにいる人もいるかもしれないけど、やっぱり年を取ってでも考え方というのが
あのちょっとでも正しいと思えば変えれる人っていうのはうんと楽しいね、人生が柔軟性がある人はね、年を取ったら取った分だけ柔軟性になった方が、そうだ ね、おいては子に従えとかっていう言葉もやっぱりそういうことだと思う。そういうことはね、変えれる、年寄りっていうのはね、まだまだ青春なんだ ね、うん、いや青春だから YouTube に出てくれたんだよ、今で次の約束もしてくれた、ね、これ言っとかないとね、しちゃったな、ね、あ、まあまあまあでも、期待してますよ日本シリーズも、はい、ありがとう、いや本当ご指導ご鞭撻、いやでも今年本当嬉しかったのが同級生が優勝し、パリーグは辻という同級生が優勝する、この同級生対決を俺が喋るなんていうのは夢だから、ああいいな、いいね、だからぜひとも、ああいいね、ちょっと西武は短期決戦心配だけどジャイアンツだって同じよ、いや短期決戦用の戦い方をするから、ああね監督は、だからそこら辺は期待してるけど、うんうん、まあいつも負けてるからね西武は短期決戦で、だから本当同級生対決でなんか2人を並べてインタビューしたよね、あいいね、これでいいねいいね、辻出るぞみたいな、いいね、こう誘ってくれたら、終わったらね、終わったら、ね、ああいいね、もう酒でも、あーノーサイドでね、ノーサイドでこうワインを傾けながらみたいな、ね、あそれもいいね、はい、まあ、楽しみにしてください、はい、どうもありがとうございました、はい、どうもありがとう。